イクルは、ベルギーのブリュッセル首都圏地域にある19の基礎自治体のうちの一つである。緑が多く、家賃が高い裕福な地域として知られている。ユクル、ユックル、ユッケル、ウッケルとも表記される。イクルにある聖ピエール教会は、803年にカール大帝やリエージュ司教が列席し、教皇レを賛成により奉納されたと言い伝えられている。 10世紀には何人かの貴族がここに荘園を築き、居住した。現在は、ウルベンデールと変わっている、ウルスデルという名前が初めて現れたのは、1209年で、ある。1467年、ブルゴーニュ公フィリップ3世の日、イザベルとポルテュガルは、イクルに、フランシスコ会の女子修道院を作った。後に、イクルは、ブリュッセルを含む地域の司法上の首都となった。 しかしその歴史の初期において、イクルの村は常に田園的であり、林業や農業で生計を立てていた。18世紀末にフランス革命が起こってから数年後、イクルは近隣の自治体と合併し、独自の主張を持つコミューンとなった。しかし最初の役場ができたのは、オランダ当局の許可が降りた1828年になってからだった。この頃は、 ブリュッセルと南部工業地帯を結ぶ二つの主要道に隣接し、経済繁栄と成長の時代だった。1872年から1882年には、新しくより大きい役場が建てられた。銀行家で、特殊家のジョルジュ・ブリュグマンは、この世紀の終わり頃に、町の都市化に大きく貢献した。20世紀初頭には、ミケル・ファンヘルダーが、町の名前から、 ディー・アッコルと命名された新しい鶏の飼育を導入した。20世紀初頭には建設が盛んに行われたが、イクルの町は緑の地域を何箇所かそのままの姿で残しておくことに成功し、現在ブリュッセル地域の多くの符号を引き付ける結果となっている。フォレやイクセルの外側、フォレド・ソワニュの郊外に位置し、イクルはブリュッセルで最も大きく、 最も南にあるコミューンである。19世紀に作られた広い庭付きの大きな一戸建てが、この緑が多く静かな郊外の住宅地を裕福な国外居住者に人気のあるものにしている。王立天文台の周りのアールデコ城の地域とホレド、ソワニュに隣接する地域の2カ所は特に人気のある地区となっている。リュージュクレッキンパート1694年の ピープンコスティール1777年のイクルの地図、ピープンコスティールの塔、ありがとうございます。